はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。キャッシーク防御側ギャラクティックアサルト遊んでいきましょう。まだねファストスポーンの時間帯なのでサクサクとハイテンポのね試合をやっていきたいなと思っておりますが、これ思わぬところからやっぱ分体リスポーンが来るのが怖いんですよ。思わぬところからね分体リスポーンが来る。それが誰か持ってきている？あ、持ってきてるね。人任せにしすぎた。思わぬところから分体リスポーンが来るのがこのファーストスポーンなんで、こちらも奇襲をねかけていくという動きも当然必要なんですけれども、どの辺から撃ってる？そこか。これサイドから撃たれてそうな気がするね。ねえっつってこれ2発目を撃ちに行きましょう。あ、君そこで2発目待機してたわけじゃないのか。ほい、まあ、とりあえずどちらでもいいと思うんでね、そのどっちか片方を集中攻撃することで利点が生まれるというのは基本あのホスだけなんで。来てる敵、かなり来てる。これガスも置いとくか。敵がいるぞ。どこだ、それ敵じゃねえか。それ普通に敵じゃねえか。どこだどこだとかって目の前におった、目の前におったぞ。そうだね、撃ちたいね。ダメか。バックジャンプでも隠れられると思ったんだけど、隠れられられると思ったんだけど、例多いけど。これはやられましたね。しっかり打っていきましょう。やるな、飛行機もかなり来ているね。これ一本さ左に引っ張りたいんだけど大丈夫かな。俺の後に続け。タンクもおるし一本左に引っ張るという私の作戦に誰か賛同してくれる人がいないと一人で死んで、あいつなんであんな方向を持ってったのバカじゃないっていう。そういう展開になりかねないんで、いって NT242 か。あ、そこもうちょっとで隠れる、そこもうちょっとで隠れるぞ。 NT242 の前に一発被弾したのきつかったな。ここどこ？あ、はいはいはい、持ってき、え、どうした？ここじゃない気がするんだよな。 もう別に撃てると思うんだけど、どこどこどこだ。もう撃てるよね。動き回って飛行機やべえな、飛行機きつい。そうだった、対岸からのスナイプにも備えなきゃいけなかったけど飛行機もきつかったわ。今回ね、あいつなんでこんなに広いマップで CR2 持ってきてるのと皆さん思いかもしれませんけれども、今回近距離を CR2 でさばき、遠距離はスラグヴァンガードでさばく、そして敵を思い通りの位置に動かすために、アシッドランチャーを使うというそういう選択になっております。あ、うまいね、あの人もうタンクがやられそうだからってことで降りたってことでしょ。うまい、スラグで援護したいな。いいね、そうか、もうここから撃てる距離になってんのね。いいよいいよ、素晴らしいよ。飛行機気をつけたいね、相手の飛行機相当うまい動きしてたから。やっぱりね、そのエアリアルで練習するときにも強いよって言ってた通り、そ、上からねこのアイコン丸見えなんですよね、ディスラプターを持ってるアイコンが、まあ、そこに対してしっかりとねエイムをしながら撃ってくるというムーブ挑戦してくる人も多いと思うので、飛行機がいた場合はね上からの攻撃にも やはり撃たれてしまった感じか。敵のヒーローがいるね。何が来てんだ、ライトセーバー見えたな。あれはカイロレンか、カイロレンかもしれんぞ。いいですねスナイパー。え、ちょっと待った、なんか使えるじゃん。どうしよう、ナナキとか使っとか。あんま得意じゃないけど、
あ、ヨーダがやられてる。そこさ、それ敵だよね。飛び越しちゃった。ドロイデかよ。ちょっと待った、味方どっち持ってった。いた。味方どっち持ってった。なんかすげえ真ん中持ってってない。そしてなんかすごいいるなこの辺すごいいるんだけど、この辺俺しかおらんパターンだよね。いや真ん中持ってっちゃったんだ、全部真ん中持ってっちゃったんだね。待ってそれそこなんかフレンジ暴れとるやん。全員こっちそっち持ってっちゃったの。撃てないー味方いるのそこ。ちょっとそうだ、セイバーをしまえって言ってた。セイバーをしまうというモーションが大切だよと教わったんでしたよ。そこいるよな。そうですよね、そうですよね、そうね。そのそれ帰ってきてもらいたいところですよね。まあそうなりますよね。ありがとうございます。チャーセンありがたいです。やっぱチャーセンで動かしてくれると非常にねいい非常にいい、なんか子供みたいな顔そうすごく美味しいみたいなこれで一応リセットされたから位置がなんとかしてほしいところではあるが、なるべく敵のいる方に行って、え何をそんなに食らった。またここにいるな敵のヒーロー。ちょっと良くないね。俺がやるとかって言ってるからな。いたこれ何あれか、大型変異装者にやられとる。わし、あ、しまえ飛行機か、飛行機にもやられてんな。なんかにもつけられてるとか。やばい、今回の目標もセイバーをしまうというその一点に関して頑張っておりますが、あとは味方を護衛しなきゃダメだな。右運んでるから左か、敵のヒーローの気配もするじゃないか。まあ、夜だったらねよりこのしまうことに意味がある状態だったんですが、なんかすげえ突っ込まれてない敵のヒーローに。いた。なるほど、もうちょっと欲しいよね。もうちょっと味方が欲しいところ。さすがに限界か、スタミナが。ちゃんとプル決めなきゃダメだな。逃げてくパルジーニ。これね、どこ行った。おいおい、フィーンいたぞ今議長追いかけたいところだが、タンク一旦帰りましょうか。セイバーもしまって、議長追い切れなかったな。なんかそこにボバンもいない。いないね、ボバ消えたな。しまいましょうセイバーを。でも議長がまた後ろで暴れてんな。ハンソロやられてる、ハンソロやられてるぞ。ちょっとやるな大型変異装者。なんかこっちのヒーロー、自分のヒーローと連携取りたいんだけどさ、なぜにハンソロとかヒンとかあれなんだ。前線タイプではない、前線タイプではないパターンのやつ来ている。議長を狙いに行きたいんだけどな俺も。議長お手玉中なんだけどさ
応お手玉中なんだけど追撃おらんのという追撃おらんのよ。いやまたあれ来てんな、ボバが。入ってないの入ってないのか、マジか、ミスった。もうちょっとあれなんだけどな。毎回見失うんだけど、毎回見失っちゃう、毎回見失っちゃうんだけど、なんかジャンプ切りした方がいいんだっけ本当は。引き寄せたらジャンプ切りだったっけ。あのアナキンの素人感が、あのアナキンの素人感やばいぞ。レトビ当たんないか、ルーク、ルーク。楽しくなってきたぞ。うん、全然楽しくはないね、むしろボッコボコやぞおじいちゃんみたいなおじいちゃんみたいなアナキンの動きになってるぞ。いやあれ議長にちょっと気を使ってるんですよ。ちょっと死を欺く方法を教えてもらいたいんですよ。どっちに行くかだよな、死を欺く方法を、死を欺く方法を。死を欺く方法が欲しい。マジまたかわされたぞ。ボバフェット死んでいる。なんか俺のほんとお粗末あれのアビリティの使い方お粗末説。反対側置かれたは直した方がいいよな。だ議長がそこまで来てはいるんだよね。ちゃんと引っ張ろう。議長どこ行った。議長じゃないぞ来てるの。そうなんだよ、あいつが来てるぞ。恐怖の恐怖の BB BB ユニットがおる。くっそ見えねえな、 BB ユニット見えねえな。これちょっとスタン気をつけないと、スタン&8の数で全てが解決される可能性がある。反対側か、反対側やばいか。ちょっと BB ユニットに翻弄されるぞこれ。いるな、 BB ユニットの可能性もあるな。何がいますか。BB ユニットっぽいな、あの音は。なるほど、おったおった。どうするこれどうする。どこ行った毎回どこ行ったか分かんなくなるんだけど、毎回どこ行ったか分かんなくなるってことある。ルークはどこに行っちゃったかなルークどこ行っちゃったもうルークに頼りっきりなんだから、息子に頼りっきりなんだから。通しすぎた基本息子に頼りっきりなんだから今。息子に頼りっきり。さてどうするか。あれは BB ユニットの可能性もあるよな。 BB ユニットか、違うな、パルパティーンか。どうするよ、パルパティーンがもう近くまで来てるのは確かなんだけど、かなり順調かなかなり危険な感じしてきたよ。何か来ているぞ、もう下まで来てんのか。今度こそ BB ユニットおったやろ。ちょっと待って、 BB ユニット煙でわからんぞ。煙すごい煙濃すぎ。いたぞ BB ユニット。これいつまで煙濃いの。これ煙はいつまで、煙はいつまでだよ。くっそーやられた、冷凍日決めれんかった。煙わかんねえよ、
やられたな、BB ユニットに。ていうか、もっとパルパティに詰めてほしいんだけどな。パルパティの爪甘いんだが。なんでみんなこんな前に出ないで後ろの方に隠れてんの。レトビ決めたかったな、レトビ決めたかったな。パルパティン、パルパティン放置しすぎだよな。もうなんとかなるぞ。あれいつももう少し追撃が来てくれたらなんとかなっただろう。そしてなんでみんなこのあれなの、この地下に隠れてるの、地下労働施設行きなのかな。いまいちあれなんだよな、人足りないんだよな、毎回いまいち人が足りんのだな。ルークやられちゃってるじゃん結局。ボスクか。いやマジさ、なんでみんなパルパティンにそんな詰めないの、ひどいんだけど。どうしてこうなったよ、なんでみんなターボレーザーの中行かないの、ジャガーノートか。なんでみんなジャガーノートの中で戦わないんだ。ちょっとヒーロー使ってた人たち涙すめすぎるだろう、あんだけ何の援護もないと。パルパティンだよ、別に強くないぞ。普通だぞ。いやどうなってんのマジで。マジでどうなってんの。いや確かに私のポンコツもありましたよ。ダメだな、うちの分隊あれだな、観光楽しんじゃってんな。うちの分隊観光楽しんじゃってんだよ。いやいい加減パルパティン落とそうぜ。確かに私もレトビを外しました、2回もチャンスがあったのに。ただこれはあんまりにあんまりだぞ。もうすぐハンソロ削られてるけど大丈夫か。タンクへのプレッシャーも薄いな。なんか来てるぞ。いけるいけるいける。どういうことよ。いけいけ、ダメ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 、ウーキーで解除しちゃダメ。もうちょっとアナキンリベンジ。こんなお蔵入りだよ、何にもいいとこなかったじゃん俺のアナキン。俺のアナキン何もいいとこなかったからな。とりあえずここにいっぱいいるんだな。モールがいたな、モールがいた。てかこれ敵じゃん。解除している、素晴らしい。はい、どんな感じ。あ、反対が置かれてんじゃん、反対が置かれてるの知らなかった、知らなかったピョン。あ、パルパティンに決まらんかった。オッケー、毒ガス来てるけど
危ない。結果パルパティン議長を相手にただ手心を加えてただけの人みたいになった。議長を相手にただ手心を加えてただけの人。どこ行った？共に死ぬことはない。ただあんまこっち押しすぎると裏はどうなってるか分かんねえかな。まだ追いかける気か。まあ一瞬攻めた方がいいよな。スタミナ切れもうすぐだろう。うわあ、スタミナ切れもうすぐじゃない。スタミナ結構あんな。危ない。え、誰も入ってないの？またか。またやっちまったか。またやっちまった。なんで誰も入ってないの、あの距離で。やらかした。やらかしたぞ。あの距離でまた誰も入らんか。レトビの使い方下手くそすぎん、これ。下手くそすぎる問題あるな。これ反対側きちんと守った方がいいな、多分。あと置かれないようにしとけば。右守り硬いかな。それにもよる。そこ置かれたら終わりだから、ね、多分置かれたら押し切られる。置かれてるじゃん。ドロイドが全部燃料パイプに爆弾を設置。これは解除してください。どっか牽制しとくんで。ひどい。これは過去一のひどさの。ひどいな。マジャーな筋苦手なんだけど。まさにあれ、こう引っ張った時のベクトルの位置が全然わかんないんだけど、なんかすげえこっち来ちゃうし、なんかすげえ向こう行っちゃうしみたいな。これはひどいね。何一ついいところがないというのは。いや、マジでひどかったね。マジでひどかった。スキルが当たらん。計レトビを3回ミスっとるからね。当たらない、発動できず、当たらないっていう。でもあの状態で当たらんの？はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。